お勤めご苦労さんです、若頭。お伺い上がりました。どの車だと思います？見てくれ、この車枠に入ってねえぞ。ちょっとお待ちください、頭。頭、今開けます。後ろ、頭。開かねえじゃねえ。どうぞ、頭。どうぞ、頭。どうぞ、頭。本日は VIP 仕様でございます。この車はトヨタのグランエースって言いまして、でかくね、マジでけえ。この車はマジで広い、前広い。タイヤ使いやすいけど、クソでかい。本当に商用車でベースのディーゼルなんか買ってくれ。静かだな、すげえなこの車。エンジンルームができただけでこんなに違います。すげえイン走るね。インベタのインね。すげえ FR だからか。結構回答性がいいし。2.8 トン。どうなんだ。あー、まあでもすごい重さは感じるけど、スムーズ。そこまで遅いわけでもないし、普通に走る人。やばいじゃん、あの黄色いの。LS よりでかいだけあって、直進安定性も半端ねえな、これ。すごい。重いってすげえ。なんか段差もすごい自然な感じに乗り上げてくっていう。はぁ、あ。わかる？ありがとう。パーキング。あ、オーシス。ハイウェイオーシス。いつもさ、うん、いつもここから始まります、大体。おー、結構いる。バック怖、この車。バック入んの俺。でも、オールビーモニターはすごい見やすいけど。うわー、怖。超怖。
おぉ、おぉ、怖かった。枠に入ってね。鍵がやたらかっこいいんですよ、うん、ここにセットってボタンがあって、押して長押しかな、でドアを選ぶと近づいたら勝手に開くらしい。開くか、開くか、おお、ちょっと遅いけど、やっぱこの車は後ろだってほら、すごい。やっぱこの車は後ろに乗ってなんぼな車なわけですよ。すっげえ広。椅子がやばいよねこれ。このデカさで6人しか乗れないってさ。すっげえ。電動リクライニングと。ここがドリンクホルダー。この辺にスイッチない。そこまで倒れるんだ。あとあれだ、足元のオットマンってついてる。足が上がってきた。どうですか社長、いい、え、めっちゃ快適やん。モニターついてるし、てかすげえ静か後ろ、やば、快適、やばいやばい、これ寝れる。ここにエアコンついてるし、これ読書と、いや、やばいっすね、グランS。すごいわ。いや、すげえ気分いい。もう移動式のこう、プレミアムラウンジって感じ。どうぞ。よいしょ。あ、いいね、もう VIP 感半端ないねこれ。いいね、もうめっちゃいい気分、すごい、ブラインズすごい。グランエスすげー、すげー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 、やべーやべー、グランエスやべー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 。ほらほら、名古屋港が見えます。いやー、いいな、自分で運転しない楽しみ。いいなこれ、偉い人になりたい、偉い人になりたい、偉い人になって出世して、こういう車買って。自分が何してるか分かってんのか。ひなさんが聞いたんです。